10時34分発 JR 中央線直通普通高尾駅です。まもなく発車いたします。この電車は JR 中央線直通普通高尾駅です。次は富士急ハイランドです。お出口は右側です。富士急ハイランド駅で降りのお客様、ドアの開け閉めはボタン式です。降りのお客様はドア横にございますボタンのランプが点灯いたしましたら、上の開けるのボタンを押してお降りください。なお本日富士急ハイランド遊園地は休園日となっております。あらかじめご了承ください。Thank you.
よりバスを乗り換えのご案内をいたします。お城八階山中ホーム経由 JR 御殿場駅行き11時8分、タムスリーカー上倉地明日巡回11時15分、バスタクシー乗り場改札を出まして左手側にお進みください。で、観光案内所も改札を出て左手側にお進みください。この電車富士山駅より進行方向、電車の進む方向が変わります。富士山駅より先、大月高尾方面ご利用のお客様はご乗車のまま車内にてお待ちください。富士山です。お出口左側です。お降りの際は同様このボタンを押してお降りください。JR 中央線直通普通高尾駅です。まもなく発車いたします。ご乗車ありがとうございます。この電車は JR 中央線直通普通高尾駅です。富士急行線大月までの各駅と JR 中央線内高尾まで各駅に停まります。主な駅の到着予定時刻のご案内です。下吉田10時47分、三津峠10時57分、鶴文化大学前11時16分、鶴市11時22分、大月11時41分、上野原12時4分、終点高尾には12時22分の到着です。大月より JR 中央線乗り換え列車のご案内をいたします。上り東京方面、特急開示新宿行き12時4分、5番線23分の待ち合わせです。下り甲府方面、普通甲府11時45分、3番線4分の待ち合わせ、普通小淵沢行き12時11分、6番線30分の待ち合わせです。電車のドアは車内保温のため、お仕事安心となります。この電車につきましては、富士急行線大月までと JR 中央線内相模港駅まで、ドアの開け閉めがボタン式です。到着いたしましてもドア自動で開きませんので、ご注意ください。降りる際はお手数をおかけいたしますが、ドア横にございます、ボタンドラッグが点灯いたしましたら、上の開けるのボタンを押してお降りください。中からドアを閉める際は、周りのお客様、お手荷物など10席から下校時です。1番、2番です。お客様、ご利用してお降りください。
下吉田です。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。携帯電話、スマートフォンをお持ちのお客様、車内ではマナーモードに設定のため、通話は周りのお客様のご迷惑となりますので、お願いいたします。次では、コンプテーマの電源を切り替えますよう、ご協力をお願いいたします。まもなく下吉田、下吉田です。私たち左側です。降りの際はどうよ、ご覧ください。吉池温泉前です。まもなく吉池温泉前です。お出口右側です。降りの際はドア横のボタンを押してください。寿です。お出口右側です。お降りの際はドア横のボタンを押してお降りください。乗車券をお持ちでないお客様いらっしゃいましたらお知らせください。
峠、三峠です。お出口、右側です。お降りの際は、ドア横のボタンを押してお降りください。東桂です。お出口左側です。東桂駅では富士山ビュー特急川口行きの通過を待ち合わせます。東桂駅の発車は11時11分です。
Thank you.
次は鶴文化大学前です。
市です。東急で川口パークの電車の到着をお待ち合わせます。発車までしばらくお待ちください。開いているドアを一旦閉めます。
上大月、上大月です。上大月、大月の順に停車をしてまいります。大月には11時42分の到着です。大月より JR 中央線乗り換え列車のご案内をいたします。上り八王子、新宿、東京方面、特急ハイジ、新宿行き12時4分。この電車の到着するお隣、5番線から発車をいたします。23分の待ち合わせです。下り、円山、甲府、松本方面、普通甲府行き11時45分。階段を上がりまして、3番線、4分の待ち合わせ。普通小渕川行き12時11分。同じホーム3番線、30分の待ち合わせです。この電車、大月から先は JR 中央線に入ります。JR 中央線に入りまして、猿橋、鳥沢、柳川、塩津、上野原、富士野、相模湖、終点高尾の順に停車をしてまいります。猿橋には11時49分、鳥沢11時52分、柳川11時56分、塩津12時ちょうど、上野原12時4分、富士野12時9分、相模湖12時12分、終点高尾には12時22分の到着です。富士急行線大月駅で降りのお客様にご案内いたします。大月で降りのお客様は階段を上がりまして、富士急行線乗り換え改札口より出口へお進みいただきます。大月から先は引き続き東京方面、各駅へご利用のお客様はご乗車のままお待ちください。大月より特急列車をご利用のお客様はお隣5番線でお待ちください。信号です。富士急行をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく大月に到着いたします。お出口は左側です。大月駅では甲府方面から参りました。通高尾行き3両編成の後ろに連結をいたしまして、6両編成にて終点高尾まで参ります。連結作業の際は電車が揺れることがありますので、立ちのお客様、お近くの手すりやつり革などをご利用ください。作業完了するまでドアが開きませんのでご注意ください。連結作業が完了いたしましたので、このランプが点灯いたします。大月の発車は11時46分です。ありがとうございました。大月お乗り換えのお客様、お降りのお客様、連結作業が完了するまでしばらくお待ちください。これより連結作業を行います。しばらくお待ちください。
次は猿橋です。
Thank you.